はい、4ボックス目開封していきます。開封するとね、分かりますけど、今までのボックスより縦がめっちゃ長いです。はい、はい、では1パック目。お、なんかまた白いぞ。お、ジャバジャック。あー、また出てしまった。はい、ボアロアックス。お、復活が来ました。ヘブンズゲート入ってたんだ。へえ。はい、アニマ。勇気たこれ。8月。サプライズ。ピクシーライフ。はい。タイタン。あれ、何これ、トアの流星カイザー。なんか変だな、これ絵柄が絵柄が変な。トアの流星カイザーが出ました。はい、はい、お、ジャックポット2枚目。なんでジャックポット再録したんでしょうね。ザゴダイヨーにした方が良かったんじゃない。サクサクいきます。結構長いんでね、この動画結構長くやってるんで、サクサクいかせてもらいます。12月が赤か、非文明か。だから非文明って普通8月とかじゃないの。はい、デラホーム。結構豪華な再録多いけどね。え、ロックマン出ました。僕6万エグゼ&カッター。アナゾーンに置くとき、このカードをタップしておく。このクリーチャーを召喚するとき、右のコードを読み取り、能力を相手に見せてもよい。そうしたら、このクリーチャーはその能力を与える。はっ、なんだこれ、つえ。6万エグゼ、何の能力が出るかお楽しみっていう、やばすぎだろ。6万やべえ。とうとう QR コードで読み取って能力を出すっていう新手の能力者が。ロックマン好きですけどね。エグゼっつったら確かにコロコロですよね、代表は。ゲームボーイアドバンスやってた方は。ロックマンエグゼ復活しないんですかね。もう正直、流星のロックマンとかどうでもいいから、エグゼのままやってほしいんですけど、もう一回。ビタリックジャイアント。エグゼもう一回ちょっと復活してほしいです、個人的には。まあ流星のロックマンでもいいけど、てかゲーム出してほしいですね、ロックマン系の。はい、ピクシーライフ。ティグネス。はい、ドンカツ丼。お、ドクロスから入ってんですよね、なぜか。あとタカ出まくりますね、タカは。ドルゲ読み来ました。読みですね、すみません。はい、どんどん吸い込むな。う、結構手に入る。はい、ロジックサークル。はい、ゼクシー。マッスルポテト。ディズニーとコラボしたんだね。ファンタジーフィッシュ。花火聖域。エイジクリスタル。クロスファイアセカンド来た。すげえ懐かしいカードが。これもセカンドランド化出したことあるけど、
E2 だったっけかな。キャリーギフト、アクアサーファー、トンギヌス。今回トンギヌスあんまり出ないな、この箱は。はい、リトルガン、はい、ラストパック24パック、ね、エグゼが当たりだったと思うけど、色物のカードカードですね。うわ、これ外れ箱か。でも、いや、僕コラボ系のカードなんとか出しましたよ。はい、ロックマン出ました。はい、あとトアの流星カイザーが出ましたね。バトルゾーンにある自分のクリーチャー全てにスピードアタックを与える。はい、でもなんかね、変なんですよね、これ。ロボットみたいな感じなので、この絵はあんまり好きじゃないな。普通のあのバーンってなってるやつが好きです。ということで、これで終わりたいと思います。はい、じゃあまあ、ご視聴ありがとうございました。